保坂雄二、保坂雄二、保坂雄二、1956年2月26日台は、1988年より、韓国に在住、2003年に、韓国に帰化した、日系韓国人である。現在は、清掃大学校の教授であり、近代日本の朝鮮、満州、台湾に対する支配政策研究、竹島領有権問題分析、 日韓文化比較研究が専門。2015年8月、ラスク書館に関する寿司論文などが評価され、清掃大学から2度目の優秀教授賞が授与された。高麗大学校の大学院では、福沢諭吉と朝鮮開花派の相互関係研究、日本の植民地時代の朝鮮、満州、台湾に対する支配政策、特に同化政策を先行した。 日本の歴史認識を批判する発言が多い。著書、日本に絶対やられるなの序文において、私は中略日本を愛していることをまず述べておきたい。中略過去を正しく反省できなければ正しい未来など、訪れるはずがない、という信念で、日韓関係において、過去は、現在に通じ、中略、日韓の過去を研究するということは、本人のアイデンティティを見つける道でもある。 などと述べ、単純に自らを反日とする見方に異論を唱え、日本における良心的勢力、進歩的知識人と同じような立場であるとしている。彼によればと、孫子の標法、朱子学、さらに洋学と国学が混合していく過程を、侍文化の変遷として捉え、さらに明治期に侵略主義が台頭する背景に関して、研究を進めている。韓国に関しては、 呪者尊美の精神が、朝鮮史を敬遠した、原動力という立場で研究を進めている。保坂は、松影が、平学の思考方式を土台にして、洋学、水戸学、国学などを吸収していったとし、朝鮮に対しては、侵略主義者であったと主張している。松浦武史郎も、三章松影の弟子の一人であった、木戸高義は、竹島は、移領と日本の領土と主張し、 竹島、移領党開拓論を江戸幕府に剣議して拒絶されている。穂坂によれば、長州藩では松影や木戸孝義の影響で、移領党を日本の領土ないし日本の領土にできる島々と考えていたため、長州藩伐が多く登用された。明治政府内には外務省を中心にして、元禄時代の江戸幕府と朝鮮との交渉、竹島一見を無視した形で、 宇都領島に対する侵奪の意図が露骨に現れたと、保坂は主張している。もともと保坂は、元禄時代の江戸幕府が、竹島一県において、竹島、宇都領島と松島、独島を一体として同時に放棄したと主張しており、明治政府は、大上官の廃止以後に、現在の竹島、独島を脱する方向に動いたとしている。保坂は、福沢諭吉の文明開化論を分析し、 内的開花論と外的開花論に区別している。内的開花論とは日本人の知的レベルの上昇にその目的を置いたものであり、一方、外的開花論とは内的開花を促進するための外的条件物であり、インフラ整備や産業交流を国民に見せることによって人心を一新するというものである。この内外の開花論の目的は、 日本人の愛国心を向上させて外敵から国を守ることであると福沢は考え、これを朝鮮にも適用し、福沢の文明開化論が朝鮮の金玉金らを中心とする求進的開化派の開化線の骨子となったと小坂は主張している。日本帝国主義の朝鮮、満州、台湾への同化政策を教育政策、同化理念、創始解明、雑居政策、 王的導火政策などに分けてて研究している。アジア太平洋戦争に関しては今でもよく主張される白人支配からのアジア解放戦争という観点を批判し戦争の目的大東亜共栄圏の建設はあくまでもアジア人の効果にあったとするそのモデルは満州で満州国は初めは中国の王道主義を尊重して国家の理念としたが次第に 行動主義の優秀性を説き、アマテラス大臣を祀る中心神社を建設し、最終的には天皇中心主義の国体を導入して、日本の完全な支配下に置くことが、日本帝国主義の目的であったと主張する。インドネシアなどは、白人から民族を解放し、民族主権を打ち立てたところで、戦が終結したが、戦争が長引いていれば、満州と同じに、 行動主義を注入したであろうと見る。朝鮮に対しては、日本国内で施行された30から50年前の法律を施行して、常に内地との法的差別を置くことを通て、差別的統治を実行していたと主張する。同化政策の本質は差別固定的同化であったと主張している。竹島問題に関しては、一貫して日本の主張を批判しており、竹島、韓国名、 独当は韓国領であるという立場を取っている。日本側が韓国側の主張の多くの部分を歪曲、または完全に隠蔽し、また日本側の竹島に関する領有権主張は表面的な事実を真実のように情報統制しているものであり、公開されない資料や真実があまりに多いと主張している。その代表的な例が1877年の 大上官司令文の隠蔽と意図的な誤読、極解であると主張する。特に同じ竹島問題の研究者である、下条正夫拓殖大学教授、竹島問題研究所座長が客観性を失っているとて、彼の主張を独自の根拠を挙げて批判している。例えば、下条が大上官司令文の中の竹島と一等をアルゴノートと、 ダジュレート主張していることに関して、小坂は大上官が竹島と松島をアルゴノートとダジュレートみなしたという根拠は一切なく、司令文の内容やフズである磯竹島略図に示された竹島と松島は明確に移領島と現在の竹島、独当出るとして、下条が歴史的事実を意図的に隠蔽、誤読していると論文で主張している。2011年、 韓国人歌手キムジャンフンとドクシマを紹介するウェブサイトトゥルース・オブ・トークド独当の真実解説した。さらに2014年2月に保坂は新しいサイトである独当と東アジアを解説した。このサイトは独当問題だけでなく、慰安婦、靖国神社、憲法改正、集団的自衛権、その他についても記事、資料などを公開している。 力道山、大山増達、張本伊佐金田正一といった朝鮮半島出身、または在日朝鮮人への関心から、さらに、韓国に関心を持った。力道山の弟子たちや力道山の夫人とは、現在、個人的な交流があるという。力道山の夫人、田中恵子の著書、力道山の同国の韓国版を、韓国で出版する際、手伝ったという。また、 力道山の第一弟子のことねとも交流がある。その後、日本における民族差別の問題に関心を持ったため、保坂雄二の論文には在日朝鮮人に関するものもいくつか含まれている。日本と韓国向けには数冊の役所がある。著書は韓国国内向け、英語圏向けのものである。著書役所、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。